よし。ゴロちゃん、今日も出資屋でバイトしてたのクシャ。バイトは金、土日です、クシャ。あ、そうなんしゅね。ぼきはね、くら寿司、昨日行ってきましたよ。なんかびっくらぽんがなくなってたんですけど、あれ何しゅか。え、ちょっと待ってんれ、運命だよ。びっくらぽんがなくなってたんですけど、なん,なんでですかな,な,んなんかおしゃれ入れるやつがなくなってて、へ<ー>えってなった。 せっかくまた周りの人に配ろうと思ったのにびっくり。配ってんだ、いい人じゃん。<laughs> ね私は昨日くら寿司行った。クシャ。運命じゃん。<laughs> くら寿司行った。お腹いっぱい食べた。なんかドラゴンボールのキーホルダーみたいなの買おうかなと思ったけど。<laughs> 運命。学校帰りに一人でくら寿司行った。うん、へえ。僕も仕事終わりに一人でクラヅシ。クシャ。やば、えー、い,い、マジ運命じゃん。 脂質会合じゃん。うわ、運命だね。くしゃ。え、ビッグラポンってなくなったんですか。え、なくなってないですよ。<laughs> 私回しましたけど、なんか何皿食べたかな。十二、えー、皿ぐらい食べたんすけど。うん、<laughs> あの、ありますよ。普通に。会食かうるさかった。あ、そうなんですね。なんか簿記が行ったところなくて。え、なくなったのってなって。くしゃ。えー ちなみにきは今日ピザを食べました。クシャ、お腹いっぱい今。え、私ね、あのね、うんうん、マック行ってね、ビッグハックセンス買ってね、それでなんか <laughs> <laughs>、ね、グランド、なんかグランドポテトかわかんないけど、うん、なんかすごいでかいね、ポテトプラス60円で頼んで、うん、マックシェイク頼んで、それで今、夜ご飯で食べる。へぇ、えー、<お>運命じゃん。 ファーストフード、運命。運命だな。結構あれなんですね。たくさん食べるんですね。でも僕、たくさん食べる女の子、<ー>女性の方、好きですよ。くしゃ。たくさん食べても運動したいから、なんか運動しろって言われる。<laughs> やばい。ちょっとさすがに食いすぎだし、お金も使いすぎでやばい。 えだから今からバイト先に通話しようと思って、なんかゼリーに胸入ってたんですよ。だけど、うん、なんかバイト先になんか電話してくださいみたいなかん、うん、ことが書いてあって、電話しようかなと思ったら、うん、その瞬間、うん、村出た瞬間、俺のみんなさんに誘われた。くしゃ。これまた運命でしょうね。くしゃ。くしゃ。一緒に運動しましょう。僕、ジム入ってるんでしょ。くしゃ。 ああ、いいっすね。ジム、私は行ってみたいなー。だけどあちらにしましょうか。吸盤車、ボキと八番車の二人っきりの人狼車中、来ないでください。僕 <laughs> 狼として八番車を噛みましゅ。くしゃ。<laughs> そして白出ししましゅ。八番車。くしゃ。肝。肝。 くしゃ笑えなくなってきたぞこれはあ<笑>,笑ってた <laughs> なんか去年の10月くらいに東京に引っ越したんしよう、えー、んかあんまり知り合いなくてくしゃってなってました はい4番さんからテンコお願いしましゅうくしゃ8番マジマゴロウナインですよろしくお願いしますクシャキューバさんどうぞ3番さんと8番さんが運命でクシャ一番さんどうぞはいえー嵐っぽい人と礼勝礼拝は蹴るクシャ3番さんかっこよすぎてクシャメシューナクシャ5番さんテンコお願いしましゅ <laughs> はい5番ですルーマー紹介します

な YouTube にもバグってますかねこれ。プテハシさんもなんか言ってますね。やっぱバグってますよね。あやっぱり YouTube のせいでね。これね。そうですね。まあ村人として、まあ村を勝利に導くというところですかね、うん。まあやはり私の経験で、あの、まあそうですね。私の経験を生かして、あの、そうですね。狼をまあ2人。うんまあ 見つけ出すというところですね。そねまあ一瞬目かしっかりあの黒目しか上げながら、あと白目、白目というのもね。上げながらいこうと思います。クさ。<laughs> まあやっぱりね、まあ私レベルになるとですね、あのー。すごくこの一瞬目で狼っていうのがね、も、ま、う、あ、分かってしまいますんでね。あのしっかりその辺も、もしくは皆さんが分かりやすいように、あの説明していこうと思います。あ、くさ。赤が来ました。 昨夜は誰も死にませんでした5番のプレイヤーは発言してください,ださいはい占い CO6、えー、番さんね<お>えと9番さんも占い先貼り付けてください、えー、と,とりあえずじゃあうんと、えー、6の9寒すぎてくしゃ 四白、はい、把握です。えー、そうですね。うん、ここの審議のほどはまだ発言もしてないから正直わからない。うん。八、あのー、番さん、うん、占い師、CO で、それでちょっと、うん、占い先が遅れたのはちょっと気になるところだけど、一応フラットで見ておく。っていうとだけ言っとこうかな。うん、進行論を言っとこうかな。そうだね。うん、村人陣営、特に巣村の人は、えー、柱発言は絶対にやめてほしい。うん。 柱発言されてしまうと、えー、発言の白黒に関わらずね、釣らなきゃいけない流れになってしまうからってところかな。自分、霊能出てきてほしいんだけど、霊能乗っ取り怖いからって感じかな。はい、以上、次回しまーす出てきてしい。出てきてると思いましたけどね。 これはあれですか番 ?5 番シャンオオカミ。1番シャンオオカミってことですかねいや、5番、例の出てるからね、1番で。さらに5番最初にさ、占い CO ってかしか口頭でなんか言ったよね。それは何俺の占い CO を占い CO ね、みたいなこと言ってこ俺、5番が占い CO したと思ってあなんだ 3CO かと思って、そういう前提の交差しようと思ってたけど、なんか途中からなんかフラットみたいなこと言い出してから、5番はじゃあ占い CO してないってことでいいのすげえ紛らわしいんだけど、<う>1の把握漏れもしてるしさ。 何なんだろうね、5番は。5番は占い結果言わないしとか思ってけど、じゃあ5番占い師じゃないっていう前提で進めるなら、8番が人狼で俺は見てるよ。当然、対抗だからね。この曲であれば、まあでも霊の対抗は出てない。う巨、ん、人潜伏してる可能性もあるし、で、そこにンであれば8強の戦も追わないといかないかなと思ってるね。うん、呼んで囲ってると俺は思ってないからね、正直。うん、初日から囲うっていうことは基本的に狼くしないと思ってるから、うん、かまあ村が望むんであればクロス占らないでもいいかなと思っている。うん、7番。うん のプレイヤーは発言してください,ださいあどうも。はい、占い結果、もろもろ発掘しました。で、一番さんが霊能者で、まあ、白ってことですね。で、僕は村人陣営です。そうなんですよ、ね。はい。で、そうですね。全然わかんないですけど、あの、6番さんの意見、まともだなって思いました。 はあの途中から聞いたん、ね、でちょっとわかんないんけど六番さんの意見まあ、ともだと思いましたもう一週考えます。こえちしゃにしゅに君。のプレイヤーは。 発言してください。さいはい、おはようございます。8番、まじまごろうナインです。よろしくお願いします。占い師、c 用します。4番さん、素人出ました。なんでね、6番さんが対抗です。完全人外で、6番さんがクラス占いの前で言ってるんですよね。6番さんがもし強人だった場合、3番さんで囲われてる可能性もある。だから、自分の占い先を占われることには抵抗がある。 だけど、クロス占いを提示したということは、6番さんが黒で、3番さんを絶対的に白っていうふうなことが透けてる。だからこそ、うん、クロス占いを自分から提示したんじゃないかなと思いますね。まあ、ここで白角作りに行こうっていうふうにやるメリットもどうかなと思いますけれども。 少なからず6番さんが狼で3番さんが白とっていう風な感じなんじゃないですかねその発言聞いてて思いました5番さん色落ちなし7番さんはなんかもっとはっきり喋ってほしいかな現状印象は悪いですね9番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございますえー、っとまず5番さんに関してなんですけどえっと例の出てきてほしいって言ったのはあの1番さんがあの 出たことを知った上でっていう感じなんですかね。もし出たことを知っていたのであれば、イチゴオオカミあるのかなと思いましたね。ただ、例、えー、の他出ないんですかね。他いないですかうん、なんかそれだったらすごく納得いくんですけど、21でよろしいですかね。この後出てきても、あの、信用しないのでよろしくお願いします。うん。で、6番さんに関しては、えっ、ー、と、4番さんが、 囲われているという線は追わないという話でしたが、この理由を教えてほしいですね、うん。適当に言ってるのか、なんか根拠があるのかどうなのか、そこを言ってほしいですね。なんどこから出てきてる自信なのかよくわかんないですね。特に4番さんの発言を聞いた上で、あ、これは囲ってないなとか、8番さんの発言を聞いた上で囲ってないなっていう判断できるんだったらわかんないですけど、その絶対的な自信は、まあ、8番さんが言うように4番さんが、えっと、狼で、 あのみんなの内訳分かってるからなからなのかなっていうふうにも思いました7番さんに関してはもうちょっとね私がこの時点で56に対してこの時間を使って言ってる部分もありますんでよく分からないというのはちょっと印象悪いでしょうね8番さんに関してはまあ6番さんが狼であるという理由はすごく納得できましたが5番さん印象なしというのが気になりますね 7番さんも確かに、ね、意見なかったですけど、5番さんの発言からいろいろ広い部分もあったんじゃないかなっていうふうに思いました。感じたのはその辺ですね。占いの内訳とかはまた2週目に言うと思います。12作目ですね。以上です。1番のプレイヤーが発言してください。あ,あ、もうちもし、あ、聞こえてますえっ、ー、と、霊能者です。霊能者。 えっと、まず、気になったところから触れていきますね。6番さんが5番さんに突っ込んでいましたけれども、5番さんが例の、あ、じゃない、占い師をしたって、あれは多分8番さんのチャットを読んだだけっていうふうに思います、私は。なので、5番さんはそこまで、うん、色落ちしていない。えっと、7番さんに関しても、うん、色落ちしてないけど印象悪いですね。うん、なんか6番さんに対する精査、そこまで、うん、6番さんそんなに印象良かったかなっていう感じがしたので、7番さんが今、今のところ、6番さんの精査が甘いような感じ。 ですね、なんで6番さんはそんなにちゃんとしてたように見えたのかなっていう素直な疑問、えー、と8番さんに関してはチャットが少し遅れたところが気になりましたね狂人の出方を見ている狼とも見れましたね、うん、なのでちょっとそこはっ、えー、と後でうんそこまで遅かったかなっていう人がの意見があれば私は聞きますけれどもすいません外にいたのでごめんなさい、うん、えっと キューバーさんに関しては、昔、まあ、ながらもちゃんと考察しているところ、印象はうんグレーの中ではよかったかなっていう感じですね。はい、えっ、ー、と、そうですね、霊能者太鼓がいないようなので,私で、ね、私、ですね私、今のところは、えっ、うん、とね、あれ、えっ、ー、と、強靭か、強靭潜伏で見ています。えっ、ー、と、なぜかというと、う一般的な盤面で,でえと、占い師に狼が出るってなったときに、<伏> オオカミさんも、えー、ロケット使用してくる可能性があるのに、狂人さんがロケット使用しちゃうと、えー、占いさん使用になってロラかけてしまう場面になるので、えー、狂人さんはね、えー、っと <laughs> ロケット使用場面で、えー、占い師にカミングアウトすることはほぼほぼないと思っているので、えー、占い師の内訳は新郎で見ております、えーっと。すみません、早くお家に帰って、ちゃんと喋れるようにします。以上ですすお願いします2番 のプレイヤーはは発言してくださいださい霊心、はい、確定でいいと僕も思います。で、えっ、ー、と、一番視点が合うっていうか、考えがあったのは9番さんかな。3、4の発言を聞いてから、えっ、ー、と、クロス占いは考えればいいかなって、僕も考えてます。で、えっ、ー、と、6番3のその、えー、とクロス占い提示の発言は、村目線ではある。 で8番さんのそれに殴った、えー、っと囲いがないからっていう発言は、それは確かに、えー、っと占い師目線ではある。ただどちらもまだ、うん、決め打つには早いかなっていうところ。別にそこまで黒いとは思ってない、どっちもありえるしね。8番さんが、えー、っと4番さんに、えー、っと囲っててで、えーっと、6番さんに占われるのが嫌やからっていう可能性もあるからね。だから正直まだ分からないっていうのが印象かな。3、4の発言聞いてからで考えていいと思っています。 9が一番視点があった。うん。はい、2しめに伸ばします。3番のプレイヤーは発言してください。さいはい、よろしくお願いします。6番シャンがボキに白。8番シャンが<キ>、えー、4に白。ハープレッで1番シャン、例のね。うん、まず言っておく。えー、ボキ狩りドじゃないです。狩りド出てきてほしいかな。うん、圧倒的に、えー、出てきた方が強いとボキは思ってます。 えー、理由としては初日からオオカミ釣れる可能性っていうのはかなり上がるんでしょうね。これグレランだから。あとは占い先にもなんないんで、出てきてほしいんだと思いますよね。うん、うん。で、えー、現状、えー、6、8の審議についてはようわからん。ようわからんかな。うん、まあ、8番車の方が出たのが遅い分だけ審命が低いけど、まあ、決定的な要因ではないかなと思います。で、現状グレーの中で気になったのは7番。うん 九番、9番ですね。えーうん、7番、3に関しては、交、え、渉、ーまあ、中伸びない。うん、2周目頑張ってくれって感じですよね。うーん、かななんか、うんまあいいや、ちょっとメタになるからやめとこうと。九、うん、番、3、あと、みんななんか印象いいとか、1番シャン、2番、は言ってたんですけど、僕は非常に印象悪いです。うん、勝ち術が悪くて、まず聞き取りづらい。<laughs> しゃくれてます、この人。<laughs> おい なんで九番さん釣りたいなって思いますね。<laughs> うん、全くムラリがないと思います。くしゃって感じかな。<laughs> お<前>ああまあ、2週目、えー、もう一回話聞いて、えー、明日今日の釣り位置は決めたいと思います。すまこの人。うん、まあ、現状7級ですよね。きっと九番さん、ボキのことをバカにしてます。<laughs> きっと九番さん、勝ち土悪くてしゃくれてるんで、聞き取りづらいです。普通に釣りたいですね。ボキの個人情報を見てくださいって感じでしょ <laughs> うん。で、会場を実際出てきてほしいその人が強いと思うよ。ってくらいかな。以上でしょ。募 <laughs> の話し方ばかりしてる人から釣りましょうみたいな。募金してください。募金って書いの話をしていることから、まあ、ただね、まあ、初日、囲いはないかなと思っている。6が3を囲っていることはないと思っている。うん。 両占い師はクロス占いをしてることから、なんか若干、やっぱ人狼っぽいなって思ってる。うん、人狼、両方、だから進路で見てる、6、8はね。うん。まあ、進路だった場合、隠しを作っても、まあ、勝てるからね。占いが狼だから、うん。むしろその方が巨人も動きやすいことから。うん。ただ、クロス占いはしなくていい。うん。俺は自分の白してるから、もうやる必要がない。クロス占いしたいのかなと思ってる、6、8も両方ともね。 うん、村目線だったらして強いと思うけど、俺は自分の白し知ってるからもう意味がないとだけ言って苦労すらないよ。3番さん、両占い師がそういうことを言ってることから3番さんでも囲えてはないと思っているが、今のところね。ただ3番さんが9番さんのことを黒いと言っていたが、9番さんの黒要素はただただなんかしゃくれてるって聞き取りづらいというその一点のみ。それは別に <laughs> 考察にはなってないと思ってるから。うん、今のところ、 うん、クロスラインにテーマしてることから3番さんの発言はちょっと黒かったがまあ盤面的に見れば3は白いのかなと思ってる今日はグレー詰めでいいと思ってます92は僕白いと思ってるんで57どっちかから、うん、57どっちかから釣りたいと思ってます以上発言聞いて考えます5番 のプレイヤーは発言してください二周目発言させてもらいますうんそうだね最初白片白なんだけど四番さんね俺うん 4番さん、あの、クロスしな,しないでほしいっていうのはね、本当に狼じゃなかなか言えない言葉だと、俺は思った。うん、グレーで気になってるところ、2番さんね。うんと、9番さん、視点アウトって言ってるんだけど、9番さんは一号狼も見てるっていうところね。で、2番さんは一応、新確定でいいと思います。9番視点アウトっていうのはちょっとおかしいと、自分は感じた。うん。っていうところで、2番やしねえかな。7番さんは正直、全く色見えない。うん。 いいいうかか見えないというかからなわら、うん、3番さん狩り出てっていうふうに言ってるのはちょっと俺強人くせえなと思ったかなってところかなうん占い審議、うん、正直あの6うんそうだねクロス提案したってところちょっと黒いなと俺は感じたようん以上6番 のプレイヤーは発言してください、うん、ちゃんと話聞いててほしいんだけど、俺別にクロスを提案はしてはいない。村が望むならクロス占いでもいいよってどう思うっていうことを投げかけただけ。ちゃんと聞いててね。うん、9番もさらに話を聞いてね,よね。4の囲いが囲ってないっていうのを何でって言って俺言ったよ、それ。狼が初日に囲ってると思わないから4が初日で囲われてるとは思わないって言ったよ。ちゃんと発言聞いててほしいよ村君、ね、村が。 で5番もなんか俺を黒く見たね、今。うん、それ、だから話聞いてねえんだよ、5番も。5番も話聞いてねえし、最初から紛らわしい、占いしようとかいらねえか俺3師様で交差しなきゃいけないかと思ったら、結局2師様でフラットって発言でそこで戻ってややこしいだけだからね。俺3、四俺四4出てるけど、3、四どっちか強靭潜伏してると思ってる八8、で見てるからね。<laughs> 1一は例の確定もう気になってるのは9もその発,発言聞いてないのもそうだし、7もめちゃめちゃ俺にするよってんだよね。俺の発言だけでなんで言ってることが全うっていう発言になってくるのかな。すげえ占いれたくないでしょ、感じた。な 7番のプレイヤーは発言してください。あさいあすいません、さっきもごもご喋ってすみませんあの、5番と6番の話、1周目聞いたときは、ちょっとぼーっとしてて、6番さんのクロス占いですね、あのまあ、隠し色2個出て、まあ、2個出るかどうか分かんないですけど、あの多分出ますね。で、盤面分かりやすくなるかなと思ったので、あのまあ、安易に同調してしまいました。 で、まあ話聞いた感じ、まあ4番さんちょっと怪しいなと、狂人かなと思います。ねそうですね。今日グレー釣りでいいと思うので、そうですね。片白出てるのは抜いて、9番さん2番さん9番さんどっちかなんです。2番さん9番さん5番さんどれかなんですけど、9番さんから釣っていこうかなと僕は思います。ねちょっと時間がない。 8番のプレイヤーは発言してください。さいえやっぱ断然怪しいの7番さんじゃないなんか6番さんもなんか結局最後に7番さんに軽く触れた感じで、なんか7番さん怪しいみたいな感じの発言残してたし、うん、ちょっと67ライン今あるのかなと思ってるね。うん、9番さん結構なんか。 そんな叩かれてるけど、別にまだ一瞬の段階だし、だけど、なんか、明確な釣り自由とか述べてないけど、7番さんが9番ーーさん釣りって言ったのが、やっぱりちょっとそこは気に食わないかなって。で、3番さんも、9番さんがなんか滑舌悪いっていう風な話だけで釣りをしてるのは、ちょっとなかなかね、ないなと思っている。うーん、どうなんだろうなぁ。 ちょっと待ってね、そこがわかんない。だからね、マジ釣り人したらね、7番さんだと思う。5番さんはね、まあまあ意見伸びてたと思うな。うーん、そんな感じかなー。うん、まだ発言聞くけど、今は7番さん釣りたい。9番のプレイヤーは 発言してください今日釣るのは7番さんでいいと思います。私を釣りたい理由もよくわからなかったし、それから4番さん怪しい狂人名これは6番さんの便乗だと思いますし、で、その6番さんに関して、6番さんに関しては太鼓のこと狼で見てるんですかね。うん、その理由ありました。ごめんなさい。また聞き回られたらごめんなさいね。ただ、えっと、3、4狂人で見てる。えっと、6番さんが3番さんに白を出した。それで、白を出された 三番さんが出てこないって言うんだったらまあ納得ですが8番さんはかなり遅くの段が出てきて4番さんに白を打ちましたその点についてはどうお考えなんでしょうかね最初から強人で潜伏するつもりだったっていう主張なんですかね4番さんはうんその辺の説明が欲しいですねでそれから次に引っかかってるのはうん黒い 最初は4、うん。まあ、そうですね、うん。ちょっとグレー、そんな白い人がいないかな。五番さんに関しては、私と、二番さんが私と視点が合うって言ってたけど、まあ、一号狼で見てっていうところで視点があってないと、ちょっと無理があるんじゃないかと思いますね。うん。で無理がある。ちょっと 無理があるんじゃないかな。それ以外のところでっていう意味だったと思いますけどね。自然に捉えると。ちょっと過敏に反応しちゃってる感じがありますしね。で、それから、あ、私はね、霊能がもう一人出てこないのであればっていう話を全然あったんでね。で、2番差に関しては、えっと、例の確定でいいって言ったのはちょっとよくわかんないですね。確定ですよねとかあったらわかるんですけどね。まあ、それが特に気になりませんでした。7、5。 2位の順で足にでますね。今日は70でいいと思います。それか3番さんのことはバカにしてません。これ。生まれつきのね、あの、形なんでバカにしてんでね。そこだけはご理解お願いします。くしゃ。1番。い 1> <laughs> おい、バケたん投げのこらえ。んはい、えー、っと、面白いですね。えー、っと、9番さんと3番さんがバチバチやり合っているっていう <laughs> えっと、 <laughs> 僕も、うん、七番さん釣りでいいと思いますよ。七番さんが四番さんを強靭で見る理由が全くわからなくて、えっと、四番さんの発言ってクロス占いするなって言ってるんですよ。四番さんが強靭であれば絶対クロス占いしてほしいんですよね。白白になりたいんですよね。うん。うん えっと、出なかった時点で、四番さんが巨人であれば、白白になって、生き残って PP に習った方が絶対にいいはずなのに、七番さんにはその視点がない。四番さんの、えっ、ー、と、そのクロス占いするなって発言は、えー、と私はカリウドがオオカミで見てますね、4番さんを。あ、カリウドの研究者。ごめんなさい、カリウド透かすようだったら申し訳ない。うん、だとしたらカリウドがオオカミかな狩カリウド出た方がいい、ね、思っている。うーんとね、まあ、占われたくないって真剣に言ってるんだったらそうかなっていうふうにう。 ね、7番さんがやっぱり、うん、その視点がないのが村目線じゃないのかなっていうところで、私、同じ陣営にはどうしても思えない、7番さんが。うん、えっ、ー、と、そうですね、その他のグレー、59、2番さん、59、2番さんに関してはね、うん、5番さん,、うん、ちょっとまだよく分かっていないんですけれども。うん であと、8番さんがちょっと遅れた理由をちゃんと、うん、言ってほしかったなっていうところなんですよね。私、結構8番さんの論明あると思ってて、うん、遅れた理由ってチャットこそ打ち込んでたけど、強人が出るようだったら、チャット引っ込めようかなと思ったような感じはした。うん、潜伏しようかなっていう感じはしたから、遅れた理由しっかり話してほしかったなっていうところで、8番さんの方がやっぱり怪しみに見えてしまうんだよな。うん、六番さん ねいろいろ、うん、大きく叩きすぎているところからくら、うん、そう、えっ、ー、とあ、じゃあ、7番さん釣りで行きましょうか。うん、薬ケアのためにも7番さん釣りましょう。はい、7番さん釣ります。えっ、ー、と、6番さん、ちょっと叩きすぎて黒いち多いな。<laughs> いや、3番さん、プロフィール、ちょっと、先生ちゃうけどいいか、ちょっと、発言してください。 はい、そうですね。僕は正しくて、私たちは一番さんとほぼほぼ被ってしまうんですけど、えー、と4番さんを今人に見た理由、全くなかったことと,、えー、と、今日は9番さんずりでって言って、結局それも理由がなかったところ。で確か3番さんやったと思うんですけど、3番さんがなんか9番さんずりでみたいなことを言って、それに乗っかって、なんか集まりやすそうなところに言ったんじゃないかなって思っています。うん。 7, 7ですね。三一1は7。で、えっ、ー、と、5番さんへの返しになるんですけど、僕、9、白置きしてるんじゃなくて、9とは視点が合う。で、視点が合う理由としては、3、4のことについてですよね。えっ、ー、と、何やったっけな。何やったっけ。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、何やったっけな、9番さんと視点が合うのが3、4で、えっ、ー、と。3、4の話はしてないですしょ、ね。あれ、何やったっけ。 ご,ごめんなさい、ど忘れしました。なんかね、えっ、ー、と、3、4の精査みたいなところ、何やったっけなそうしてないですしょね、1週目は。私は5、6、7の精査式し,してないでしょ、ね、2、ちょっとごめんなさい、思い出せないんで、思い出したらにまた言いますね。で、えっ、ー、と、占い師の審議についてなんですけど、8の方が、 うん、新目新目っていうかあるかなって思ってます6はねえっとねいろんなところなそう1番さんのまたこれもあれになるんですけど殴るだけ殴って結局釣り位置どこかって提示しなかったんですよねそこちょっと怪しかったかなって思いましたうん5番さん結構伸びてたからね僕は別に5番さん2周目はうんっていう発言が6番さんから出てもおかしくはないかなって思ってたのでってところかな2周はい。 のプレイヤーは発言し2番、頼むじゃん、お前は一、えー、番白く置いている。物忘れなど知るな、くしゃ <laughs> あ、えー。今日の釣りたいところは7番車。7番車に関しては9を釣りたいって言ってたが理由が全くなかった。うん、7でいいでしょう。えー、でね、現状、ボキはね、うん、67オオカミ、もしくは89オオカミ、そして5番を強靭で見ています。 理由としては、えー、8番シャンは明らかに9を釣りたくな車掌だった。そして6番シャンも、なの全然発言したように触れなかった。なんで、オオカミのペアとしては6、7、もしくは8、9。うん、このペアで間違いないでしょう。えー、で、5番シャンが、何、えー、でしたっけ、ボキが狩りル出てほしい。今でも出てほしいと思ってます。うん、なんで出てこんの、クシょって思ってるんですけれども、うん、その発言が強靭っぽい。 どこをどう考えたらそうなるんすかと思ったんですけど。うん、うん、ちょっとね、思考回路がよくわからん。ただ、無理やりボキに強人を押しつけようとしたように見えましたね。うん、あなんで、六、えー、67もしくは89狼だと思いますし、2番シャンはなんか白いなって思いますしね。うん、なんで今日7番シャンからでいいかなと思いますしう、うん。8弦もなかったし、主村仕様なんでってことくらいかな。うん、68の単体聖社に関してはようわからん。ああ どっちもどっちかなーぐらいかな。9番さに言う。お前、こないだ口に喋っちゃってるよ。<laughs> しかも3日前ぐらい。嘘いても募金は騙されませんよ。これ以上やったらあなたに投票します。う。バルッバルッ !4 番のプレイヤーは発言し,発言してください,、はい。そうですね。今日は、うん、7番さんから行くのか。 れ俺もやった記憶ある。例の確定してる以上黒っぽいとこから釣ってもいいと思ってるんだけど、七番さんスムラシ用もしててで、これ黒だったらちょっと面白いけどね、七番さん。もう釣る、ね、ちょっと言っておきう。所有思考やめたほうがいいでしょう、ね。そうなった場合も六う,うん六八や新郷だと場合もうグレー詰めて終わるんだけどね、七番さんもし黒陣営だったらね。まあ六八や新郎。 だった場合でもローラーしても勝ち出しなら、黒出たらばね。七、うん、番さんの言ってることって、ほぼほぼ自殺行為のようなもんだと思う。黒側じゃ、黒側だったとしたら。だから、俺今日七番さんは釣らなくていいと思う。かっこいいは終わるんですね。五九二どこかからなんだけど。でも、五九二。あんまり黒要素という黒要素、あまり拾えてないんだよな。なんで 5, 9, に、五九二。 カイズイチドウイルスケルカラインスカリウドウイルスケルカラインスネカリウドウイルスケルカラインスラズニーゴキュニのドクカカライキタイガガナナオショニツカナケレバいディーノモアルケドネサンカミミヨミニシナナナ 9人別に黒くないけどなぁ。うん。まあ、5-9-2の黒要素があげられないから、あまだ中に行きましょうか。カリドルスチーブン。今日死にます。7んか行ょうか。2> 2ありそうだけどなぁ。投票を始めてください。案外こう、素直に考えた方がいいっていうのを最近ね、考えてるんですけど。そうですね。最近。 素直に、なんか逆にここ黒ないんじゃねみたいな思考をやめた方がいいと思ってますね。7番3。中に黒もあると思ってますね。7番のプレイヤーが選ばれまし76は9等賞ですね。7番のプレイヤーは発言してください。さい村人の皆さんごめんなさい。 すいません。考察が全然伸びなくて。であと、そうですね。4番さん、強人っぽいって言ったのは、あ,あの、誤解でした。ごめんなさい。で、そうですね。まあ、例農者さんもいるんで、結果わかると思うんですけど、僕黒じゃないので、黒でも強人でもないですね。んで、あと、2人います。2人と、あと、強人一人います。村人さん、なんとか頑張ってください。うん もうね、こんなにね何週間回ってるんだけどねどこが怪しいか分かんないの本当に天然すぎてだから本当に頑張ってください夜が来ました目を閉じてくださいそうですね5 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 は、守備位置を提示しなかった。そうですね。五二。二番さんはちょっとね、便乗しかしないでしょうね。五番さんに関しても、ちょっとなんか無理がある感じがあるんですね。まあ、裏だ見ればわかると思うんですけど。 が来ました昨夜死んだのは4番,番。あんた黒出るんじゃないですかね出ないかな ?5 番。白なんですね。発言してください。うん、ね。9じないか。はい、把握しました。えっ、ー、と、そうだね。えっ、ー、と、昨日の自分の、えー、7投票っていうのはあれちょっと待ってよ。7白 うーんっていうところは今日は占い行かなきゃいけないか。50%で、うん、人外釣れるから俺は占い行きたい。<laughs> えー、と昨日の7日投票に関しては、えーと、やっぱり4を強靭で追ったっていう視点が全く分からなかったところかな。で俺正直やっぱり2周目回っても2番さん怪しんでる。理由は、えー、1周目は9番さんにすり寄って2周目に関してはもう1に便乗してるだけっていうふうにしか見えなかったからね。 うーん占い審議に関しては正直、うん、6番さんが偽かなと思ってる理由はもう叩き返ししかしてないんだよね、この人。うん、で、グレイチの精査どこ行っちゃったのっていうふうに自分には見えたからね。うん。昨日のあのたたきようだったら、そしたら俺、占わなき,ゃなきゃいけないんじゃないのっていうふうに思ったよ、俺。うん、相当俺たたか、叩いてたでしょだったら5番を占うんじゃないの、シーンだったらっていうふうに感じたよ。 あ今日は俺6番投票しようかなって思ってる。うん。はい。えー、そうだね。あと 3, あ3番が強靭に見えてる理由ね。あの、狩人のをあぶり出しして、それで占われても白しか出ない自信があるのかなっていうところだよね。うん、っていうところから3番俺強靭に見えたよっていうところ。うん、今日6番いこうかと思ってます。以上。6番。何強靭に見てるんだったら。 まあ、5番の言ってる意味は分からないが、俺は昨日5番も叩いたけど、9も叩いたけど、7も叩いたけどね、だから9を占ってんだよね。そんな一度にたくさん占えるわけないだろ、5番。で、7番、白かっただろ、昨日。別になんか俺と村の発言が噛み合ってないんだけど、俺最終的に 5, の5はだから3、4で叩いて、9は俺にしか触れないね、昨日も。8には全く触れずに、俺のことばっかり突っ込んでくんだよね。9、8インをめちゃめちゃ感じてる。だから結果的には9を占って、まあ、角城になってしまったけど、そこは外したな、俺も。 で、7は、俺は最終的になんか発言、俺釣りチ上げてないって言われてくる俺の発言の最後聞こえてないのかな俺7は俺に占いたくない意図をすごい感じたから、俺は今日は7釣りってはっきり言ったんだけど、なんかそこが村に聞こえてないような、なんか噛み合ってない感がすごいある。で、俺が7釣りって押したにもかかわらず、8はなんか6が最後7ちょろっと触れただけで、8が7釣りって言ってきたんだよ。俺は8狼で追ってるからね、7、8ラインなんか絶対ないと思った。俺が7釣り押したのに8も7釣りって言ってきたからね。だから俺は、 その時点で黒かった9に入れたら7は白だと思って、ね、8が7と増してきた時点で。結果の、例の結果白なんだよ、やっぱり7は。だから8は7が村だと思って入れてんで俺は7は村だと思ったから村には入れなかったで、黒は、まあ結局黒,黒だと思って9も黒,か黒じゃなくて白だったんだけど、そこは申し訳ない。俺目線8、郎で置いた場合、2、5どっちかに入るか。今日の5番の俺叩き。何なのそれ。<laughs> 俺は9も叩いてたし、5も7も叩いてたよ、均等にな。2にはそんな触れてなかったけど、2> か,2からは特に狼やす 拾えてなかったからね、昨日。で、5番は俺の芯を切る。うん。今日のサイクルはやっぱり5だね。<laughs> もう何かが見えたんだろうな。別に9でも囲えてないし、8、5があるから俺を釣りに勝負に出たって見てもいいんじゃないかな。5、五、うん、は占いに行くって言って、ね、るのもよただ俺は確定の陣が、まあまだ俺目線は2も5もどっちもあるからね。ということで、俺は今日8を釣ってほしい。まあグレー、どうしても村がグレー冷たいってなったら俺は5に行くけど、そういうふうにはならないだろう。今日は占い決めよっていいんじゃないのどっちも白で。 ないかなまず、まあ、今日は6番さんずりしか飲めませんっていうところですね。で9番さんだった理由なんですけれども、まあ、7番さんがね、まあ、あの発言も少ないし考察もあんまり落とせてなかったで、まあ、黒かいんじゃないかなって村全員でそういうふうな意見が出たじゃないですかで7番さんって9番さんずりをしてるんすよ7番さんがねもし白だった場合9番さん黒あるんじゃないかなって思うんですよね。 うん、7番さんが本当にもしスムラだった場合、9番さんの色が分かんなくなるのが、濁るのが嫌だなと思って、9番さんを占って白でした。なんで、えっとね、結構相方位置強いなと思ってるのに、2番さんですね。うん、<laughs> 6番さんが、う強う、で出てる可能性結構少ないと思うんですよ、うん。だからね、2番さんが相方位置、やっぱ触れてないっていうのも結構あると思いますし、なんで2番さん相方位置かなと思います。5番さんのことめっちゃ叩いてるし、うん、現状は6番さん、2番さんのラインで見てます。はい。<laughs> とりあえず今ね、6番さん釣りでお願いします。9番のプレイヤーは発言してください。5番さん目線、2番さんの黒が硬い、3番さん強靭が硬いのであれば、2番さん釣りでいいんじゃないですか。なんで2番さん釣りじゃなくて、占いをしろっていうんですかね。5、6か5、8。 なんかありそうな気がしてならないですね。今日5番さんずりでもいいんじゃないかなと思ってますが、いかがですかレイノーーさん。うーん。そうですね。占い。うーんちょっと時間ください。占い。交差値が濁るから9投票し6番さんは昨日9殴ったから9占い。 うーん、で、ああ、そっか、8番さんにも触れなかったかって、8級見たんですね。うん、えー、うん、うん、うん。あと3番さんですね。67狼、892狼に確信してるっておっしゃってましたが、改めて強愕でしょうね。いや、5番さんがね、3番さんをね、なんか隠し味見てる感じが、なんかね、すごく、6番さんシーンを分かってる狼な感じもしてきたなぁ。 なんで3番さんをなんか隠しろみたいな感じで置いてんのかなと思いますね。5、8、2、オカミありそうですね。すごい5からついたいですね。で8番さんはまた今回も遅れた理由もなしと。うーん。6番さんの方がちょっと真に思えたかな。今日に関しては。うーん。で、色に任せるか。グレイいくらなら5。占ナい,いくらなら8でしかね。 おーシャチが濁りっていうよりはんか黒出せじゃなかったようにも見えましたけどね、うん、一番下に任せます。ょうクシャー1番のプレイヤーは発言してくださいそうん、うん、いやだなえー、っと今のところ見てるのは62か85ですよねまあこれのラインは確実で、えー、だと思ってはいるんですけど、えーね、38どっちかといって見えてなくて3番さんが5番さんを強人って言ったのがちょっとよく分かんなかった 三番さん、強人もあんのかなうん、かっこいいのようには見えてないな。で、あそかでも5番、うんそう,ね、うんそだよん、三番さん、あって強人。もしくは、7番さんが強人かな ?7 で強人連れてたらラッキーだけど、結構、3番さんの強人名高いなと思ってる。5番さんを強人で置いた選手の理由があんまりよくわかんない。7強がなんか割としっくりくるな。なぜ三番さん、5番さんを黒って言わなかったのかなうん。強人そこにいるって思ったのか。 5番さん1周目の1番目の発言で、なんで役職出ないんだろう、狂人だとしたら。っていう感じにはならないのかなっていうところで3番さんは狂人なのかなっていう感じがする。だからね、これ外したら負けないような気がしているんだよな。そう、9番さんも言ったんだけど、8番さん遅れた理由さえ言ってくれれば、もうなんとなく6番さんの方が、私は黒く見えてるんだけど、今、ま、まだまだまだフラットになっちゃうんだよな、そうすると。うん、今日各だしな。ちょっと考えたいな、考えたいけどな。 落ちてもいいですけどね。2>, 2番さんが白いわけじゃないんですけど。そうだよね。村を合わせなきゃいけないよね。えー、っとあー、フラットの中だったとしたら、どうだろうな。遅れた方が気になるのか。6番さんの黒い位置が多いっていうのが気になるのか。62ライン。 62ラインってあんのか ?6 番さん叩いて,てるな、2番さん六62ラインもない。そしたら8か。どうううしましまょううんちょっと8も気になるな。私は8って提出しないな。以上。2>, 2番。プちょっとも発言し、てくださいはい、僕はもう今のところ58で見てますね。えっ、ー、と、理由としては、まず5番さんから5番さんね、えっと、 えっと、まず、9番さんと僕が、えっと、初日に視点が合う、視点が合うってところで、それで視点が合うだけで、なんたらかんたらで僕を黒塗りで、えっと、次、今日は、えっと、何やったっけな、1番さんの便乗。便乗って言ってたけど、僕、自分の発言でしっかり、1番さんが言ってないところも発言してたからね、それを便乗って捉えられるのはすごく心外です。 しっかり発言してましたってところで、えっと、これが、えっと、5番さんが結構僕に黒塗りの準備してきたんじゃないかなって思ってて、で、それで、えっと、乗ってきたんが8番さんなんですよね。だから5、8ラインが僕はすごく見えている。だから6、シーンで決め打って、僕は8塗り。まあ、1番さん9番さんが出とった5番さん塗りって言ってたんやけど、まあ、僕は安定進行でとりあえず8番さんから行きたいかなっていうところかな。5から行ってもいいけど。 あと、8番さんが、6番さんが、えっ、ー、と、何やったっけ ?5792 で、えっ、ー、と、グレーが追って、これで、6番さんが狼やったとき、僕だけ触れへんとか、あるっては思ったよ。絶対 <laughs>、おかしすぎるでしょって、僕は思ったけどね。うーん。理由がないのも気になるし、遅れたやつ。うん。僕は6番さん決め打ってもいいと思ってる。今日は8番さんに僕は行きます。三番。 のプレイヤーは発言してください、うん、難しい盤面ですね。もう明らかに6、人もしくは8、5しかないでしょうね。9番車外れてました。6、7、8、9コンビかと思ったら全然違いました。くしゃ。で、一番車に行っておきますね。ボキ、昨日も言ったんですけれども、5番車がボキが狩人を出てほしいって言ったことに対して、えー、5番車が狩人、えー、を炙り出したい強人って言ってきたでしょ で、ボ、えー、キは、えー、普通に彼女出た方が強いと思ってたんで、言っただけなんですけど、5番シャんがその思考回路がようわからん。だから、ボキに強靭入社したいのかなと、えー、思ったんで、5番シャンを強靭と言いましたってぐらいかな。うん、まあいいや、そこは。えー、っとね、キはね、6 <laughs> 番シャンうん、えー、六番ちと、えー、六6人狼かなと思ってます。6番シャンは5に叩かれて、 めっちゃ5を叩き返すことしかしなかったんでしょうね。なんで6人狼かなと思ってます。だから僕は8番車に入れます。くしゃ、うん。6人狼かと思ってるんで8番車に投票します。以上です。くしゃ。投票を始めてください。6時間で学校に行かなかったっけ 8番のプレイヤーが選ばれました8番のプレイヤーは発言してください,ださい3番さん無駄だと思います9番さん強靭だと思います意味が分かんない遅れた理由言わなかったぐらいで新芽がないっていうふうに言われるのは一番意味が分かんないだからロケットしようなんて嫌いなんだよ <laughs> 時間が足りないんですよ。わかりますか <laughs> 私はね、60秒追加して、<や>15秒追加してね、いいわざわざなかなか話したくないんですよ。わかります <laughs> で、遅れた理由なんてそんな簡単ですよ。何も考えてなかったんですよ。ただそれだけの話です。教えやらないでって、何も考えずに、ぼーっと待ってただけなんですよ。で、6番さんが先に使用したっていうだけで、それだけで新名ないっていうふうに見るのお、おかしいでしょ ?6 番さんがさ、黒いスーツをあげるってどうてもおかしいでしょしで、2番さんがさ、全然6番さん戦ってる目線さ、ないっていうのもさ、意味がわかんないでしょ おかしいでしょ普通に <laughs>。何言われちゃうねん <laughs>。夜が来ました。目を閉じてください。 残ってる人誰も白くないなぁ僕は33は6に入れてるんだ5八狼に見たのかな二番さん別に白いわけじゃないんだよなピーでしかね 朝が来ました。昨夜死んだのは一番。二、ね、番のプレイヤーは発言してください。さい5クはい。5八ですね。もう5八ですね。<laughs> しることねえな。なもしに。 昨日も言ったけど、もし26やったらそんな6番さん露骨に僕だけ発言しないみたいなことしますっていうところかな。あと5番さんはやっぱりその黒塗りの仕方がちょっと雑かな。うん。その視点があったとかち、ょちょっと同調したぐらいで、それで黒塗りされる理由がわからへん。おかしいこと言ってると僕自覚してないから、間違ってること言ってないと思ってるから、うん。 それで黒塗りされるのはちょっとわからないかな。ままあでもそれも分かりした、ね、5番3塗って終わりやったんで、ね。ここに入れます。3番のプレイヤーは発言して,発言してください。真島 <laughs> <laughs> ゴロヤバかったな。<laughs> お腹いってんだけど <laughs>。<laughs> おい、キャラ忘れんなよ、お前。ああ、面白い。あー笑った。<laughs> <laughs> お前、キャラ忘れてんだ、ね、これねえか。俺、ゴマチオカミでしょ。強人なんだけどさ、負けだと思うんだよね。<laughs> うん。安定進行で一応6行こうみんな。村のみんな6行こう。うん。って思うんだけど。<laughs> わかんない。キャラ忘れてんじゃねえけど。5番のプレイヤーは発言してください。3番村なのか。9番が強人だったらもう PP か。うーん。強人使用してるんじゃないですか。うーんと6の2攻め要素一応上げとくか。うん。 初日これ、グレー考察、この人ほとんどせずに殴り返しだよねっていうところが本当に黒く感じたよ。で、2番さんは昨日の発言で、便乗してない、自分の意見で喋ったって言ってるけど、1周目はっきり言ってんのよ。1番さんの便乗になっちゃうけどっていう言葉を。ここメモってる人いない、誰も。うん。2番、普通に言ったよ、その言葉を。うん。で、その言葉を自分で否定すんのそれはないでしょって感じなんだけど、六人人狼だと思ってるよ、俺は。 うん、9番が強人だったら僕もう今日は PP か。うん、俺は6番、うん、9番ちょっと強人戦を得えないから7番で連れてることを祈って6番に入れます。以上。6番のプレイヤーは、あったもなーもなかあんま変わらなそうなんだよな。俺のグレー考察がないって5番言ってるけど、俺が叩いてるっていうのは、黒要素を上げて叩いてるんだよね。まあ、ハーコ盛りも含めてなんだけどね。 で2番に触れなかった理由5、7、9、同じぐらい把握もりしてるん、ね、で、9番はだから俺を4を、4が囲えてないっていう言ったにもかかわらず把握してない、5番は3、4、もどきみたいなよく分からん発言して考察の邪魔をした、そんなものはいらないという意味で5番を叩いて俺は当然、牛しんの占いしだから、怪しいと思ったところは当然叩くよ。そこでに対する反応を見て、それで占うかどうか決めるからね。 だから、叩き黒い血が多いっていうのは別に俺の偽要素ではない。最終的にはオオカメは2匹しかいないのは分かってる。でも怪しいと思ったところはそれぞれ叩いて、それぞれにそれに対する反応を見ていくのが俺の仕事だからね。8番、占い結果用意してなかった。そんな真の占い師いるわけないでしょ。俺、真の占い師が夜占った時点からもうチャットで用意して朝一で連打してるからね。そんなの当然の仕事でしょ。なんで真の占い師がボーっとロケットしやがれて、ま、 うーん。なんか、6オーカーありそうだな。普通に回せばいいのにね。九番のプレイヤーは発言してください。おい、シャンお前、プロフィールまでお前。お前、シュシュシュクシャって書いてるのに、キャラ忘れてるねお前。笑いすぎて、お前よ、お前。 お前のこと好きだからお前、真似してやってんのによ。なんでお前本人が忘れてんねキャラを。まあでも6番さんがね、シーンだったらね、普通に、はい、決め打ちだったで、初期の8ついだったんで、今日は50丁お願いします。パワースぐらいでよかったんですけどね。なんでそんな向きになってるのかわかんないですね。6なんか,ある,かあるのかもしれないですね。まあ3番さんが標準視聴してる時点でね、まあ5番さんはなんか3市民だったのかって言ってたけど、それもよくわかんないですけどね。 うーん、まあ、どっちみちね、盤面は、まあ、六馬さんの今の発言、そんなん話すことかと思いましたけどね。まあ、盤面動かないんで、今日50でいいですね。昨日八8時にね。くしゃあ、ボキ、ボキ、ボキがやってんのにって言えばよかったですね。くしゃ。 募金一回も使えなかったですねこの試合中投票を始めてくださいあ,ありえんオラじゃないべ五番のプレイヤーが選ばれました いやー6二かくしゃまあでもどっちみち PP だったからな昨日8つった時点でね <laughs> どっちみち PP やろかい ?5 黒すぎ問題ね 六の神明どこにあったのん？どっちもどっちだったからね。あまき、あ、ましたねこれは。ジジクシャ。くしゃ まあね、うん、まあ、勝てるときは勝てるけど、うん、なんとも言えんとこだね、強人潜伏は。でも変わんないから、結局、霊能ーロラしてても、3日目に売れないし、決め打ちだから、一緒かな。はい、サンバーさんは、うん、あ,あれ。その、そさえしなきゃ不利にはならないしね、人狼陣へも。潜伏はもう最初から決めたんですか、<ー>サンバーさんは。潜伏、どんな感じか、いつも霊能事実たんで。 どうかなと思ってやってみて、まあ、たまたま2連勝だったんですけど、でも弱い気がするなああ。やっぱね、22が強いと思いますね、まあ。結局外しちゃったけど、村側が。くしゃ,くしゃし。くしゃ。まだしゅんな、9番くしゃ。こないだ通に喋ってたぞ。お前、くしゃ。<laughs> いや、それ言ったら3番側普通に喋ってる時のに俺録画取ってあるけど、出してあげろうか。3番普通に喋ってる。<laughs> やめてください。やめてください。<laughs> 俺、これ録画してやるからな、3番の普通の発言。<laughs> そんな、何しか、それ。消してください,い。<laughs> 何ですか。これ著者権でしょ。3番が、そういう9番叩きとか始めたら、<laughs> え、いいの俺、3番の音声今から出すよみたいにプレッシャーかけようかなと思って。<laughs> 何じゃ、それ。